念願の茶山田とデートということでですね。美味しそう。これは。ホテルも近いし。どう？その後。いや、そういう目でちょっと見たことがなくて。そうだよね。今日は原宿に来てます。ギャルレスラーの小橋真理香です。よろしくお願いします。今日は真理香さんとデートしていきます。はい、デートありがとうございます。いや、まだ始まってない、ね、まだ始まってもないかな。これからだからね。はい、まあね、どんなデートを連れてってくれるのか楽しみにしてます。楽しみですか？楽しみって言ってるやん。楽しみです。はい、男としてしっかりエスコートします。では行ってきます。リバーサル。リバーサルさん、ほら、あ、こういうの、え、これ天心さんのやつ。あ、これ別に運動着っていうだけでもなく、え、普段着にもできるし、トレーニングウェアもできるみたい。めっちゃ可愛くない？え、めっちゃ可愛い。では似合いますか？え、何色が似合うんだろうね、パッチって。どうなんだろうね。本当に人生において、服に、服にフォーカスしたことない？いや、オラオラスタイルっていう。あ、なるほど。その時は結構買ってたね。マリカさん、ちなみにどういうの？私？で、本当に女性の運動着みたいな。なんか女性のレディースの、あ、こういうの似合いそうじゃん。あ、俺、うん、こういうのも似合うと思うけど、リバーサルは似合うよ。お邪魔しました。またありがとうございました。またお願いします。なんかうまく撮りたい。あれ、マリカさん YouTube は？私は始めました、イエーイって動画を撮って終わりました。すごくない？もちろんすごい。男のロマン。入りたくなっちゃう。ああ、やっぱそうなんだ。入りたくなる。好きなんだよ。確かになんかガンダムとか作るの好きそう。いや、作ったことないよ。ないの？それこそ、なんだろう、ゴジラの人形とかね。あ、フィギュアみたいなね。フィギュアを大量に買ってもらって、うん、だいたい YouTuber 同士のコラボってお互いにシェアするから、それで成り立つみたいな。右か。そう、よくわかったね。合ってる。合ってます、合ってます。右です、右です。意外とこれ重かった。重いよ。長くすると重いよ。なんか食べますか？お、何がいいですか？昼飯食べてないですよ。あ、そうなの？食べた。なんかコンビニでサラダナップみたいなの食べました。それは食べたと言えないですね。いや、食べましたよ。それ300キロカロリーやったから。あ、ちゃんと見てるんだ。あ、見てます、見てます。やばいよ、今日ちょっと本当鶏胸肉にしよう。筋肉食堂行って帰ろう。筋肉食堂。昨日は筋肉食堂行ったんですよ。はいはい、昼ご飯。あ、結構行く？え、めっちゃ行きますね。最近本当格闘家の友達多いんで、はい、筋肉食堂って嫌がられないんですよ。焼肉行こうとか言うよりかは、筋肉食堂がいいって言って筋肉食堂行きます、ね。焼肉は俺好きだけどね。いや、でも私もハラミとか牛タンは好きだけど、カルビとかロースはちょっと重い。重い。重いんですよ、もう。トントロとかダメなんですよ。そう。今まで人生であんまりデートの経験がないんだったら、こういう女の子のファッションブランドとか全然知らないでしょ。知らない、知らない。マルキューとか入ったことある？マルキューは1回だけあるかもね。ないか、ないかもしんない。うん、ない。109とかもうね、挙動不審になるよ。ないな。でもついてくだけじゃん。ついてくだけでいいんですよね。でしょ。どっちがいいと思うって言われたら、それ答えればいいんですよ。だよね。うん、まあ、それはもう素直に答えればいいよね。そう、でもどっちもいいって言いそう。どっちもいいはダメなんですよ。どっちもいいよ。その彼女の
こっちがいいと思ってる方に合わせてそっちがいいと思って言ってあげるのがあれですね。どっちでもいいって言いがちだもん。どっちでもいいは良くないよ。モテないよ。モテない。モテない。人生で一番のモテ期を感じた瞬間。はい。あります？高校1年生の時かな、やっぱ。そっから俺なんかもう太くないです。なっちゃったから。そうなんだ。やっぱり体重が増えて、うん、でかくなって。うん、ああ、そっか。モテなくなったよね。めっちゃでかくなった。でさらに120いっちゃったらもう、うん、さよならバイバイでしょ。確かに、あ、確かにそれはモテないわ。学生時代の120は ねやっぱりその頃の女の子ってみんななんかやっぱりイケメンみたいなさ。バレンタインとかもらいました？もらえたね。サッカー部で運動神経抜群だったから。いやマジでその中学の時ってあの運動できると謎にモテるっていう運動できると勉強できるはなんかモテる謎の時期。プロ焼きサンド、あ、これうまそうじゃない。めっちゃイチゴでかい。プロ焼きサンド、そうだ、イチゴの時期だ。アンバターとかあれがいいんじゃない。あれ行きましょう。あれマリカさんはそういう今彼氏さんだから今いないですよ。まあ、いたらデートしないいないっすね。マヤさんは彼女、彼氏いないで彼氏いないだけ発表しちゃいますまあそんな長くないですよあ、そう、はい、本当に短い、数ヶ月ですかね。数ヶ月、あ、もういや半年経たないくらいですかね。どんな方と付き合いしてますか？めちゃくちゃ強い人と付き合ってました。強い人、どういう意味で強い？戦いが強いのか。あ、ガチで戦いが強い。戦いが強い。格闘家。格闘家ではないんですけど。ではないんだ。なんかジャスティン・ビーバーとかが来日した時に FP やる人。おー、ボディーガード的な。でも格闘家じゃないんですよ、そういう人って。なんかな、あ、柔道かな。柔道で結構。柔道トップのレベルまで昔やってたけど、今は引退してそういう SP をやってたみたいな。アンバターサンド、アンバターサンド、これ食べたらカロリーがもうえ、カロリーが800ですわ、トータル900か。いやだってバター入ってるもんね。しかも生クリームも入ってる。めっちゃうまっ。最近の趣味で市場を結構開拓するのが好きで、なるほど、築地とか、あ、奥めっちゃクリームついてるちょ待って、それどころじゃないかと思こうしてね、うん、胸毛握ってなんかクリーム系食べると絶対ここら辺全部ついてる。ひげがないけどついてたね。ついてたね。胸毛ニキと好きなタイプが唯一あったのは多分タバコ吸わない人って条件ですよねそうだね。ね、タバコはやっぱ苦手なんですよ。タバコの匂いダメなんですよね。ダメ、俺吸わないよ。私も吸わないです。なんかタバコ吸わない、例えば誠実な人ってずっと言ってるけど誠実っていうのは何？誠実ってのはどういうの？まあ、チラくない人。俺って誠実な人？誠実、そう、誠実だと思う。なんか浮気症の人ばっか周りにいる気がして、私の周りって。あ、じゃあそういうの見たら誠実な人がいいなって。いや、浮気なんてできないよどう考えてんだ。だって来ますか。はい。外国人でもな、綺麗な人がいるわけじゃないですか。確かに。あ、え、外国人系の女の人も好きですか。いや、だのロシア人とか。あ、ロシア人なんかレベル高いですよ。もうなんか、もうレベル高い、わかる、あのヨーロッパみたいな。もうね、ここでもう、あ、海外の人好きですとかじゃなくて、はいはい、もうロシアってめちゃくちゃ面食いなのがもうバレてる。マリカさんロシア人ですよね。めちゃくちゃ純ジャパマリカさんの顔は俺、はい、マジ可愛いと思います。本当ですか。はい、
キュンキュンキュンします、キュンします、キュンでキュンってします。でもロシアが出てきたもんな。唐揚げ大丈夫ですか？大失敗食べたいですか？俺が食うわ。あ、じゃあいいですね。これこういう遊びあったよ。チーム異性のせいにでしょ。あ、異性のせい。カピバラのイラスト描いてる。カピバラ知らない？カピバラのカバみたいな。カバじゃないよ。馬みたいなの。馬じゃない。なんて言えばいいの？かわいい。え、カピバラかわいいじゃないですか。かわいいよね。これ違うよ、それ人間。一緒にトレーニングしたいね、またね。え、したいですね。あ、明日練習行く。あ、ね、俺の本気のトレーニングを見せてあげた。さすがに寒いっしょ。そう、店頭に並べる。え、そんな冷え性っすか？末端冷え性です。ね、なんか前言ってたね、ハンドクリーム塗ってる時。あー冷たー。あーやっぱあったかい。え、でもマジでハンドモデルになれる手してるんですよ。ねえ、指が細い。綺麗。ネイルもまたね、ネイルは結構変えてますか？あ、明日変える。明日変える。明日練習終わりに変えてきます。これぐらいの長さだと大丈夫？練習は、まあ、まあ全然大丈夫ですね。外人さんがね、普通に半袖なんだよ。なんだ、半袖の外国人。ああ、パンカーの人好き。でもいいと思う。じゃあ、え、足が届くか。いったじゃん、顔の大きさあるって。ほら、いただきます。これが今話題のやつですよ。食ったのはいいんだけど、肉に一切たどり着いてない。やばいなこれ。しかも絶対やっぱ口の横につけるよね。ほら、うまいけどな。このダージーパイってのが多分半年前くらいから流行ってて。どれ？これですよ。どれ？どれです？これこれ、はい、もうデートも終盤ですけど、あっという間でしたね。うん、やっぱり2時間くらいじゃ足んないよ。いや、2時間は足んないっすよ。このドライブでなんかちゃんと行きたいっすね。ゴール。エッチされてきた。今日はね、マリカさんデート、原宿デートでした。どうでした？2時間、え、超楽しかったです。ね、点数どうですか？点数？点数難しいな。原宿で、まあ、歩いただけだけどね。原宿で食べ歩きで、まあ、ちょっとリバーサル行ったりとかして、まあ、でもこの原宿エリアで限定したんだったら全然95点とか。おちょっとね、ちょっと好きなタイプかみたいな話はしたけどね。うん、うんうん、まあでも、いや、すごい楽しかった。2時間じゃ足んないよね。足んなかった、楽しかった。マリカさん、はい、よかったらね。なんすか？こんな僕とお付き合いお願いできませんでしょうか？え、ごめんなさい。早い返事が。ごめんなさい。こんなにうまくいったのに。いや、まだだって2時間しかデートしないんですよ。ちょっと焦りすぎというか。まあ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 、まあ、ごめんなさい。ねえ。どういうことね？付き合おうよ。お疲れ様です。ありがとうございました。逃げられちゃいましたよ。マリカさんとのデートご覧になっていただいてありがとうございました。モテない方とかね、たくさんいると思います。この僕もモテません。でもこの動画を見て少しでもなんかこう元気になったりとか、なんかそんな感じでねしていただけたらと嬉しいです。またモテる方はぜひ僕のことを応援していただけたら嬉しいです。2023年の目標は彼女をね作りたいんです。見てる皆さん、なん か気づいたでしょ？ヒゲがありません。まあそんな感じで一回ねヒゲをそっと、まあ、剃って、またヒゲが生えてきたら生やすかもしれませんが、今日は会いましょう。